はい。皆さん、こんにちは。ワンダリグルビッシュです。今回は、提督の決断法、パープギット日本プレイ空母禁止、縛り、続きをやっていきたいというふうに思います。前回までにですね、ま、太平洋のほぼ全域、画面ご覧いただいている通り、確保したというところで、残されているのがですね、アリューシャン。ここが残っているので、アリューシャンをね、攻撃したというのが前回なんですが、今一歩というところで、攻略ならずというところだったので、今回ね、このアリューシャンを攻略して、いよいよ、アメリカ本国、あるいは、イギリスのアジアの拠点、インド、ここをね、攻略していこうかなというふうに思っています。では早速時間を進めていきたいと思います。という前に一度ね、艦隊の状況を見ておきます。ハワイにいるこの第3艦隊、これはアリューシャン攻略のために、ミッドウェー方面へ進出させます。第6、第7はそのまま。で、前回アリューシャン攻撃した第1、第5両艦隊なんですが、第5艦隊がだいぶ傷ついてしまっているので、この第5艦隊を、一旦ですね、ハワイに戻して直します。そっからですね。で、それに伴って、この第5艦隊に乗ってる提督たち動かそうかな、どうしようかな。ちょっと面倒なので一旦このままにしましょう。ハワイで直しちゃいましょうね、このまま。で、あとは第4艦隊、山口多聞さんの第4艦隊、これもミッドウェーへ進出させていきます。ハワイのドック、微妙だから一度日本に戻す？でも日本もドックレベルは8か。オーストラリアどうなってるかな？オーストラリアは2。2だとちょっとあんまり意味ないよね。マラッカが6。だったらハワイで直しましょう。では時間を進めます。関西水上レーダーの2。あと戦略の爆撃機。これは欲しいかもね。アングルドデッキは必要ないんですが、関西水上レーダーとかはね、すぐにでも開発していきましょう。関西対空レーダーでしょ？関西水上レーダーでしょ？あとは航空用だよね。航空用はもういらないと。アングルドデッキもいらないでしょ？空母を持たないと言っている以上は。では技術開発です。ちょっとお金が減ってるので薄めに入れていきます。物資援助はアルミ。諜報活動はアメリカ西海岸が抜けてるので入れましょう。ではミッドウェーに集結した艦隊、この3号艦隊を出していきます。アリューシャンへ出します。これでもね、提督、少なくとも中将以上の提督を早く生み出していきたいんですけど、なかなか、そう簡単に中将以上の提督が生まれ出てこないというところなんで、あと新規の艦隊編成できるかな？戦艦加賀型が2隻に、従順が何隻か、それに、潜水艦が数隻というところですね。そしたら、第15艦隊として潜水艦隊、投入しましょう。で、潜水艦隊に関しては、もうハワイの方に早々に投入します。ハワイに進出。で、マラッカ、つまりシンガポールには2個艦隊入ってる？入ってるね。第2艦隊、戦艦部隊の第2艦隊に第16潜水艦隊と入ってるね。この、あの2個艦隊でね、マラッカは十分に防衛が可能かなというふうに思っているんですが、基地をもう一個作っちゃおう。お金がないか。残念。一式の立港を増やす。いつ攻められてもいいように、雷撃機の数は増やしておきましょう。では時間を進めます。アリューシャンを間違いなく落とせると思うので、あとは、いかに、稼ぎ出すか。経験値を。もうそれに尽きる。
さあ、艦隊戦始まってますね。ちょっと早すぎるので、一段階スピード落としましょう。まだね、防空艦が出来上がってないんで、敵の空母にね、短時間とはいえさらされると。そういう脅威はあるんで、そこだけ注意が必要かな。で、敵基地は回復しちゃってるので、これの破壊も必要だな。お、山口多門さん、頑張って沈めてほしいな。結構足が速いね、敵の艦隊も。追ってはいるんですが、そしたら第一艦隊はもう敵基地の攻撃の方に向かおう。アリューシャンって結構敵のね、索敵が夜の時間が長いので難しいですね。一度、艦影を見失うと。とはいえ発見したな。ちょっと待ってね。ほい。早いよ。ちょっとゆっくり見たい。敵の空母をしっかり撃沈していこう。魚雷入力がもうちょっと増してきてくれるといいんですけどね。さあ、敵の軽空母取り逃さずにしっかり仕留めよう。OK だ。たまにね、 Google スピーカーが反応してドキッとしちゃうんですけど。さあ、そしたら再び第一艦隊ですね。近藤さんの第一艦隊は敵基地攻撃へ向かいます。近藤さんが大将で、今の帝国海軍唯一の大将が、近藤さんで、近藤さんの下中将がいなくてみんな少将なんで、中将をね育てて乗れるようにしたいんですよね。その戦艦クラスに。まあ、これ海大和型2隻からなる戦艦部隊なんで、もうとにかく砲撃戦に強い、火力の高い、そんな第一艦隊になっています。この48センチ砲の主砲がね、
ヒットすると敵としてはもうひとたまりもないのかなっていうところですね。さあ夜明けちゃったね。短い夜が10時から1時ぐらいまでがこのアリューシャンで、飛行機が飛べる時間ですね。なんでそろそろ多分降って湧いて出てくると思うんですけど、そう言ってるうちにどうだろう、1時になるかもしれない。そもそも飛行機がない。ゼロだね。まあもうここのアリューシャンに飛行機置いておくぐらいだったら、アメリカ軍としては西海岸の防衛に当てたいっていう気持ちかな、きっと。さあ、まだ敵の艦隊がどっかにいるということだね。まあこの偵察機も飛ばせないっていう状況なんで、まあなかなか厳しいというか、敵の艦隊の位置を発見するのに苦労する。それがこのアリューシャンの特性かなっていう感じですね。時間的にどう？これ沈められる？さあ山口多門さんの第4艦隊が急行してますね。足の速い第4艦隊が急行中。さあ魚雷で仕留めよう。魚雷を見舞っていく。駆逐考えられたか。よし、これだとは経験値どんだけ貯められたか確認していきます。味方は、ケイジュン。タモンさんのケイジュンが撃沈されてますね。あと、駆逐艦がもう一隻撃沈です。敵の艦隊は壊滅させましたというところで、ちょっと見ていきましょう。近藤さん。獲得功績119。頭一つ抜けてんなぁ。あとは、小沢さんの16。従順ですね。どうしてもね、火力の高い戦艦に提督が乗ってるとそこに持ってかれちゃいますよね。原さんとかに関してはもうゼロだね。功績が。というか第3艦隊功績ゼロだわ、みんな。で、第4艦隊は、空母とか沈めてるんでそれなりにあると思うんだけど、タモンさんが70。だけ？そうか、タモンさんしか乗ってなかったもんね。もったいなかったな。ここに提督乗せとけば、水雷戦最後、敵の空母、ガスガス沈めたんで、いけたかなって感じでしたけど。しょうがないですね。さあ、アリューシャンの、制圧完了で、ハワイに飛行場も完成。これでもう、当初目的としていた、ハワイとシンガポールで、蓋をして、敵をね、迎え撃つときは、シンガポールとハワイに集中的に配備した戦力で、迎撃できるっていうね、基本戦略の第一段階が完了したと言えると思います。あと、アガノ型、オオヨド型の両形順
これが、開発完了になってますね。新鋼材に、船体をより強固にするための鉄鋼材ということで、これは、新鋼材1との併用で合計10%上がるということなんで、まあ、すぐにでも投入したいんですが、ディーゼル機関、大型ディーゼル機関の2が完了してから、戦艦の新規設置を行っていきましょう。おー、栗田さんがようやく中将になったか。ありがたい。近藤さん大将、再び1番か。タモンさんが中将に上がれなかったね。さあ、次の攻略目標、どっちに向かうかだけど、インドかハワイか。どっちも取りたいんだよね。まあ、ただ、普通に考えたら一旦、シンガポール方面に転戦して、インド、アラビア海、紅海とつなげて、ドイツ軍の支援、これに当たってあげたいなっていう感じはするけどな。特にね、この地中海にいるドイツ軍は、孤立してしまっているので、先に、インド洋まで行くか、アメリカ西海岸まで落としてから進むか、ちょっと悩ましいですが、ここは検討していきたいと思います。とりあえず一旦インド洋に。いやー、でもインド洋にするとな、2ヶ月でインド洋か。とは、か、でもな、アメリカ西海岸も厳しいけど、まあアメリカ西海岸にしよう、一旦ね。あ、インド洋にしちゃった。はい。ではね、今回、アリューシャン攻略というところと、新たに中将、栗田さん、任じられましたので、戦艦に乗せていきましょうというところになります。で、次回はですね、今、どっちにしようかなって優柔不断ぶりを発揮しましたが、アメリカ西海岸もしくはインド洋どっちかをね、ちょっと考えて、どっちかの攻略に入っていきたいと。というふうに思っています。では、今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方は、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。